海外ファンも激ハマり、日本の高校野球甲子園がアメリカで注目されている。今年の夏も日本中に大きな感動を呼んだ夏の全国高校野球選手権大会、甲子園での激闘の数々に熱い視線を送った野球ファンも多かったことでしょう。そんな日本の夏の風物詩ともいえる甲子園ですが、実は近年アメリカでもその注目度が高まっているというのです。米ヤフースポーツでメジャーリーグを中心に取材するジェフ・パッサン記者は、取材を通して甲子園の素晴らしさに感銘を受けたと話しました。甲子園の素晴らしさは、あの興奮、壮大さ、伝統、そして何よりもこの大会を通してスポーツと社会が一体となって日本特有の文化を作り出しているところだね。グラウンドでプレーする球児だけではなく、アルプスの応援団、そして全国中継されているテレビ、ラジオ、インターネットの先で多くの野球ファンが一体となる姿がパッサン記者の胸を打ったようです。最近甲子園を知ったというアメリカの野球ファンの一人もこのようにコメントしていました。この大会は来る年も来る年も形を変えることがない。それは米国社会ではとても稀なことなんだ。僕たちはいつも新しいものを追い求め、古いものを破棄していく。日本という国は僕にとって伝統と継続を意味しているんだよ。現在は阪神タイガースのホーム球場として使用されていますが、甲子園球場はもともと高校野球のために建設された球場です。今年で第106回を迎えた全国高校野球選手権大会で甲子園が使われるようになったのは第10回大会から。甲子園はその頃から球児たちの激闘の歴史を見守ってきたのです。まさに日本の歴史と伝統が感じられる聖地と言えますね。この伝統ある夏の甲子園について、海外メディアのグローバルタイムズはこのように紹介しています。日本の8月といえば炎天下、シロップのかかったかき氷、そしてテレビで放映される一つの番組。甲子園は2021年のアメリカンリーグ最優秀選手である大谷のような偉大な選手たちのキャリアをスタートさせたコンテストである。アメリカでは大谷選手をはじめとした日本人メジャーリーガーたちの活躍で、そのルーツに興味を持った MLB ファンが甲子園を知るケースが増えているとのこと。そしてアメリカの野球文化とは違う甲子園の魅力にすっかりハマっているというのです。現地ファンからは甲子園に対してこのような反応が寄せられていました。メジャーや日本のプロ野球にはない素晴らしさがある。一球に全てをかける球児の姿は美しい。負けたチームの選手の涙を見るとハグしてやりたくなる。アマチュア野球なのにメジャー以上に興奮させられた。ブラスバンドがかっこいい。負けたチームの姿を見ると涙が出てくる。羨ましい。我が国にはなぜこういう大会がないのか。我が国のアマチュア野球も日本の高校野球のようにもっと取り上げられればいいのに。甲子園に行くツアーがあればいいのに。どんな映画よりも泣ける。球児たちが一生懸命にプレーして汗と涙を流す様子に心を動かされるのは全世界共通。さらには応援の文化やスポーツに対する向き合い方の違いに興味を持つファンも多くいるようですね。ということで、今回の動画では野球の本場アメリカのメディアやファンの甲子園に対する反応をご紹介していきたいと思います。私たち日本人にとって甲子園はとても馴染み深いものですが、海外での知名度や評判はどれほどのものなのでしょうか。大谷選手の高校時代の映像を見た海外のファンの反応についても紹介していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。学生たちの感動が詰まっている。これまでに現地メディアで紹介されてきた日本の甲子園。大谷選手をはじめとした日本人メジャーリーガーたちの活躍で注目されつつある甲子園ですが、米国ではどれほどの知名度があるのでしょうか。先述したジェフ・パッサン記者は、現地での甲子園の知名度についてこのようにコメントしていました。
アメリカで一般の人も含めて甲子園のことを知っているのは500人に1人くらいではないかな。これがちょっとした野球ファンならば50人に1人、熱心なファンなら5人に1人くらい知っていると思うよ。やはり海外のアマチュア野球のことを知っている人はそこまで多くないようです。私たち日本のファンの中でもアメリカの高校野球事情を詳しく知っているという人は多くありませんよね。一方でアメリカのメディアでは何度か甲子園について特集が組まれたことがありました。2020年には米スポーツ専門局 ESPN が甲子園に注目し、このように紹介しています。日本のどの球場のグラウンドも神聖なものとしてみなされている。試合前には高校生の選手たちは集まり、ベンチの前に一列に並んでお辞儀をする。これは球場を提供してくれたことへの感謝を意味するのだ。さらに甲子園のトーナメント方式や砂を持ち帰る文化にも注目し、このように紹介していました。甲子園は国民的英雄を生み出す。しかしこの大会は1回負けたら終わりのシステムで、敗退した選手たちは甲子園の砂を生涯の宝物として集める。ほとんどの選手たちは涙を流しながらこの砂を救うのだ。砂を持ち帰るというのはアメリカにはない文化です。海外メディアのグローバルタイムズでも日本ならではの光景として紹介されていました。ここでは敗者がグラウンドの土をかき集めるという伝統がある。こうした報道を目にした現地のファンも日本ならではの文化に興味津々、このように反応していました。試合に負けた後に砂を持ち帰る習慣は初めて知ったよ。新鮮なアプローチだよね。アメリカでは学生がこんな暑い中で演奏することはない。演奏している日本の学生たちのことを本当に尊敬するよ。日本の甲子園球場には一度だけでも行ってみたいね。さらにグローバルタイムズは試合が全国放送されることにも驚き注目していました。日本の8月といえばテレビで放映される一つの番組がある。甲子園は多くの人が先祖を弔うために故郷を訪れる8月中旬に開催されるため、帰省した人が地域の学生を応援する機会にもなっている。アメリカ人は地元愛が強く、 MLB でも地元チームを応援する文化が根強くあります。その点で地元の期待を背負って戦う日本の球児たちの様子と、それを応援する文化には共感することもあるのではないでしょうか。それでもアメリカでは高校生は複数のスポーツを掛け持ちしながら文武両道でいろいろなことをやるというのが普通です。そのためアマチュア野球に対してここまで取り組み熱狂することはないのだと言います。こうした文化の違いが日本らしさの象徴としてアメリカのファンの心を掴んでいるのかもしれませんね。海外の動画でも日本の高校野球を紹介、コメント欄には感激の声も。海外へ向けて甲子園について紹介している動画にも多くの海外ファンからコメントが集まっています。甲子園サマーハイスクールベースボールジャパン It's big! と題されたこの動画では甲子園のことが詳細に紹介されていました。日本中の高校からトーナメント方式で日本一の頂を目指す。全国の高校が参加してトーナメントが行われるというのは考えただけで驚くべきことです。国土の広いアメリカで全国大会が行われることはほとんどありません。だからこそ日本全国の高校が参加しているということすら珍しく映るのでしょう。また動画では高校野球のレベルの高さについても紹介されていました。大学でもない学校のトーナメントのためにプロ野球の公式戦が行われる球場が使われるなど、アメリカでは信じられない。それだけここに参加する選手はレベルが高く、日本中のスカウトが目を皿にして注視する価値があるのです。そして海外のファンの心を掴んでいるのは甲子園にしかないドラマです。動画の中では甲子園の良さがこのように表現されていました。多くの高校野球ファンは規律ある選手たちのチームワークを見るだけではなく、スポーツマンシップ、忍耐力、情熱、尊敬、選手としての資質を見て楽しむ。スポーツ上だけでなく人生においての背景も、球児たちが夢見てきた数々のドラマも、灼熱の太陽の下で歓喜したり涙する球児や応援した生徒たち、これは高校野球には人それぞれに数々の喜びとドラマがあることを物語っています。
そしてこの動画のコメント欄には海外ファンからこのような反応が寄せられていました。彼らが野球人生全てをかけてこの大会に臨んでいることを知りました。日本の人々が絶えず感謝と尊敬の念を持っているのがどうしてなのか動画を見て分かった。もし日本の言語が英語だったら世界中の人がこの大会を気に入るだろうね。 CBS さえもニュースで流すだろう。私もきっといつかこの大会を見に行きます。勝っても負けても彼らや家族、他の部員たち、同じ高校の仲間もここに連れてきてくれたことを嬉しく思うだろう。プレーの良し悪しだけではなく、泥臭く懸命にプレーする姿勢や仲間たちとの絆、選手たちが見せる礼儀や人間性、こうした点に感激する海外ファンが多いようですね。米テレビ局でも甲子園を描いたドキュメンタリー映画が放送された。突然ですが、皆さんは甲子園を題材にした映画があるのをご存知でしょうか。甲子園フィールドオブドリームスというドキュメンタリー映画で監督を務めたのはイギリス人を父に持つ山崎エマさんです。この映画は2020年6月に米テレビ局の ESPN で放送されたのですが、この映画がアメリカでの甲子園に対するイメージを大きく変えたのだといいます。なぜならこの映画が放送されるまではアメリカ球界からの甲子園のイメージはネガティブなものが多かったからです。その理由は2013年に行われた甲子園がきっかけでした。話題の中心となったのは2013年の春の選抜で準優勝となった愛媛県の済美高校の安楽智弘投手です。当時高校2年生でエースだった安楽投手は準決勝までの5試合中4試合全てで完投、決勝でも6回まで投げ続けたことで結果総投球数は772球にまで膨れ上がりました。彼はその後の夏の地方大会でも活躍を見せましたが、それまでの登板方が災いして秋には右肘を故障、最後の夏の大会には間に合いましたが地方大会の3回戦で敗退となり甲子園出場を果たすことができなかったのです。当時日本では大きな社会問題となったこの出来事はアメリカでも報じられていたため、高校生が772球もの球を投げたことに批判的な意見が多く寄せられていました。しかしドキュメンタリー映画が公開されると現地の野球ファンたちからポジティブな反響がたくさんあったのだといいます。山崎監督はこのように語っています。高校野球に限らず、日本って海外から見ると寿司、忍者、侍みたいにまだまだ謎な部分が多い。みんな黙々と働いて感情を表に出さないみたいなイメージが先行して、その背景とか全体像はほとんど知られていない。高校野球も球数問題や坊主頭という部分だけが報じられて、松坂大輔選手や田中将大選手が怪我をした時も日本の高校野球のせいじゃないのかと言われたり、それだけに映画の反響は大きかったですね。日本の大の大人も泣いたり怒ったりするんですねと、 MLB でもプレーされたニコースキーさんがこの映画を大変気に入ってくださって、日本に行くメジャーリーガーは絶対に見るべきだ、 MLB の選手が日本に来た時にそのルーツが少しは理解できるからと言っていただけました。悪いニュースほど大きく取り上げられてしまうのは仕方がないことなのかもしれませんが、アメリカからの批判の声が大きかったのは高校野球のある一面だけしか知らされていないことが原因だったようですね。しかしそういった一面しか知らなかった人々もこの映画を見たことで甲子園の全体像を把握することができたのでしょう。この映画はアメリカで大きな話題を呼び、様々な意見が寄せられました。中にはまだ子供なのにこんなにプレッシャーを与えていいのかといった否定的な意見も一部あったようですが、ほとんどは日本の高校野球に対する驚きと興味だったそうです。海外の人が思う日本人像は礼儀正しくて感情をあまり表に出さないというものですが、甲子園では高校生たちと一緒に大人も一喜一憂し、大勢で感動を分かち合っています。そのため甲子園に一生をかけている日本人の姿を見て、こんな世界があるんだと驚きを隠せないファンが多かったのだといいます。それどころかすっかり甲子園のファンになってしまい、甲子園を米国でも中継してほしいという意見まで寄せられていたというのですから驚きですよね。またアメリカも日本のようにルールを守ったり周囲に配慮した方がいいといった
球児たちの振る舞いを見習うべきだという意見もあったそうです。そして日本の甲子園に衝撃を受けたのは視聴者だけではありませんでした。この映画の撮影スタッフはアメリカ人だったのですが、山崎監督はそのスタッフについてこのように話していました。撮影のために初めて来日した米国人カメラマンは高校までずっと野球をやっていたそうですが、日本の高校野球を見て米国では部員全員がメジャーに行けるとは限らないので、全員が厳しい練習をしたりはしない、得意なことの練習に時間を割くと言っていました。また米国ではレギュラー枠に入れなければ他の部活をやるのが普通、日本では野球部全体としてトイレ掃除など各々が与えられた役割をきちんと果たすことが重視されているとも話していました。アメリカは個人主義のため全員の行動が統一されていたり、規律やルールが厳しい日本とは根本的に文化が違うのはご存知の通りです。レギュラーになれないのなら他の部活をやるというのもアメリカらしい合理的な考え方だと思います。国によって考え方や文化が違うのは当たり前ですが、日本の高校野球の練習風景を初めて間近で目撃したスタッフたちはそういった面に対して驚きを隠せなかったようですね。欧州メディアも注目。ドイツ公共国際放送局ドイチェベルが甲子園に異例の密着取材を敢行。日本の甲子園は野球が盛んではない欧州メディアからも注目されています。大きな節目となった第100回全国高校野球選手権記念大会では、ドイツ公共国際放送局ドイチェベルのジャーナリストが密着取材を敢行しました。ドイチェベルは日本人の野球への熱狂的な愛と題した特集記事を掲載。取材したライターのカイダムバッハ氏はこのようにレポートしていました。日本における高校野球は一大行事。先日開催された甲子園大会の期間中、プロチームが使う球場はティーンエイジャーを見る観客であふれ返った。記事ではこの大会で撮られた10枚の写真とともに甲子園の良さを紹介。野球のために一つにと題された最初の章では大会の概要についてこのように記されていました。日本全国約4000校が参加。このトーナメントはトップレベルの高校球児の品評会となるだけでなく、地元の学校を応援することで人々を一つのコミュニティに結びつける。また泥臭くと題された章では球児たちがひたむきに取り組む姿勢に注目しています。選手はチームのために全力を尽くすことを求められる。自らが犠牲になるバントを喜び、一塁ベースにヘッドスライディングすることを意味する。チームのために全身全霊を尽くすのだ。さらに野球で流す涙と題された章では球児の涙についてもレポート。最も高校野球らしいシーンとしてこのように紹介されていました。甲子園は涙を流す場所だ。地方大会であれ甲子園であれ、負けたら彼らは泣く。日本の元祖野球の神様飛田水晶はこう言った。負けた時ですら涙が出ないのはそれほど応えていないからだ。ライターのダムバッハ氏は6月から来日し、甲子園も連日観戦したのだそうです。実際に目で見て感じた甲子園の熱はダムバッハ氏に大きなインパクトを残したことでしょう。いずれも日本の高校野球ファンにとっては当たり前のことかもしれませんが、海外の人々からすればそうではありません。彼らの驚きや関心の高さを見ていると、日本の高校野球が独自の文化として成り立っているということがよくわかりますね。文化の違いに驚かされるね。アメリカと日本の高校野球の違いに驚く海外ファンの反応。海外のファンが最も驚かされるというのが甲子園の過密日程なのだといいます。海外ファンからはこのようなコメントが寄せられていました。日本の高校野球のように春と夏の短期間で2つの大会が行われ、選手たちが過密な試合スケジュールに挑む姿勢が驚きです。大谷が高校時代に優勝できなかった理由が分かったよ。こんな過密日程だとピッチャーは1人で決勝までたどり着けないだろう。夏の大会だけを見てもチームは6月末から約1ヶ月間の各都道府県の地方大会を勝ち進むことが甲子園への絶対条件です。参加チームが多い県では最大8試合を勝ち抜かなければなりません。さらに甲子園出場を決めたチームは8月頭からの連戦が始まります。勝ち上がるたびに日程は過酷になり、準々決勝から決勝戦までには
中1日で3試合を戦わなければならない日程となるのです。プロの選手でも投手であれば短くて中4日、通常1週間に1度の登板が主流です。にもかかわらず、アマチュアの選手たちがこれほどまでに過密な日程で野球に取り組んでいることが海外ファンから見ると驚きでしかなかったようですね。またアメリカでは MLB や大学野球が好きなファンは多くいますが、高校生の野球に熱狂するという文化はないようです。とある海外ファンはこのようにコメントしていました。アメリカでは多くの異なるスポーツが競技されており、特に大学スポーツやプロスポーツが人気。一方で日本の高校野球は一つのスポーツに熱狂的なファンが集まり、大会は国中が注目している。この様子は驚きと興味を引いた。さらに海外ファンからは高校球児たちのレベルの高さについてのコメントも目立ちました。高校生で150キロを超えるピッチャーがいると知って驚いた。国民の注目が集まるのも納得。メジャーでプレーしていた松坂選手や田中選手も甲子園に出ていたんだね。イチローや大谷が甲子園で優勝していなかったのは意外だ。それほどまでに全てのチームのレベルが高いのだろう。日本の高校野球に熱狂的なファンが多いのは、アメリカに比べて球児たちのレベルが高いことも理由の一つと言えるかもしれませんね。なぜアメリカの高校野球に甲子園は存在しないのか。ここまで海外の野球ファンに日本の甲子園の魅力が伝わっている様子をご紹介してきましたが、そもそも他の国に甲子園のような全国大会はないのでしょうか。もちろんアメリカの高校野球にも大会はあります。しかし国土が広く、移動時間などを考慮すると高校レベルの全国大会はほぼ不可能。州大会などは開催されていますが、それが日本の全国大会と同じ規模と考えていいでしょう。それでも8月には過去にクレイトン・カーショー投手やマイク・トラウト選手、ブライス・ハーパー選手などが出場したエリア・コード・ゲームズやパーフェクト・ゲーム・オール・アメリカン・クラシックなどのビッグイベントが開催されています。どちらも高校球児たちが何としても出たいと熱望する点では同じなのですが、大きく異なるのがその目的意識です。アメリカの高校野球における大規模な大会やイベントは基本的に選抜された選手たちが出場するもの。球児たちは将来に向けて大学の奨学金を得ることや MLB からドラフトされることを目的として試合に臨みます。つまり将来有望な選手を発掘するオーディションの場としての役割が大きいのです。アメリカでは自分の所属しているチームが大会で勝つことよりも個人でセレクションを受け、選抜チームに所属しプロ入りを目指すケースがほとんど。そのため甲子園で優勝するという目標を掲げ、3年間同じ高校のチームでプレーする日本の高校野球とはかなり趣旨が異なるのです。こうしたアメリカ高校野球の現状について批判がないわけではないようです。日本の高校野球を取材した現地アメリカメディア ESPN はこのように言及していました。今米国の高校野球はドラフトで指名されること、大学の奨学金をもらうことがプレーする目的になっている。でも本来礼儀やマナーだったり力を合わせて勝つ喜びを学ぶことが高校スポーツの在り方ではないか。甲子園ももちろんプロのスカウトの目が光り、プロ入りに向けたアピールの場という一面もあります。しかしチームで優勝することが最大の目的。このあたりに日本とアメリカの文化の違いが現れているように思います。アメリカの球児たちにとって高校野球はプロ入りへの道筋の途中でしかありません。選抜されればチームを離れますし、個人でどこまで評価されるかが勝負の世界です。こうした文化の違いから、アメリカで甲子園のような大会を行うのは難しいのかもしれませんね。これが伝説の始まりか。大谷の高校時代の映像を見た海外ファンの反応。近年海外ファンの間で甲子園が話題になった大きな要因として、日本人メジャーリーガーの活躍が挙げられます。特に大谷選手の高校時代の様子を調べていくうちに甲子園にたどり着くファンは多く、花巻東高校時代の大谷選手の姿は海外の動画でも紹介されていました。動画を見た海外ファンからはこのようなコメントが寄せられています。これが高校野球？大学みたいだね。2年生の時はちょっと細くて、3年生になると少しだけ大きくなってるのがわかる。いい思い出だろうね。ほとんどの日本人のプロの選手はキャリアのベースに合宿があるんだ。
そこでキャラクターや強さが鍛えられる。精神的にも肉体的にも。アメリカでも高校野球の人気があればいいのに。大谷翔平は高校生の雰囲気で野球をしている。メジャーリーグにいるのに。これこそ彼の要素だと思う。高校時代も今と変わらぬ姿勢で真剣に野球に取り組む大谷選手の姿に涙した海外ファンも多かったのだとか。現在は MLB で活躍している大谷選手ですが、花巻東高校時代は怪我の影響で思うような投球ができず、甲子園という全国の大舞台では一度も勝つことができませんでした。大谷選手は当時を振り返りながらこのように語っています。最後の夏、甲子園に行けなくて悔しかったという気持ちはずっと持ってます。今でも勝ちたかったと思う。それがこうしてプロでやっていることにつながってるんです。最後の夏が終わってしまっても、大谷選手は負けた試合の次の日には一人でグラウンドに出て練習していたのだと言います。本人が語っているように、この時の悔しい思いがあったからこそ、試合に勝ちたい、自分の納得のいくプレーがしたいという思いがより強くなったのでしょう。またアメリカのテレビ番組では、高校時代の大谷選手について特集。大谷選手が書いた目標を達成するためのマンダラチャートについて取り上げ、人間性や精神性を育む日本の高校教育に感激していました。驚いたよ。大谷が今もゴミ拾いや審判への態度に対して注目されているのは知っているが、これが高校時代から考えていたなんて衝撃だ。本当に大谷は人としての素晴らしさを学生時代から身につけていたんだね。これは全てのメジャーリーガーが見習うべきだよ。花巻東高等学校で佐々木洋監督と出会い、チームメイトたちと共に多くのことを学んだからこそ、現在の大谷選手があると言えるでしょう。大切なのは試合の勝ち負けだけではありません。高校野球を通して得られるものの大きさに、アメリカメディアもすっかり感心してしまったようですね。いかがでしたか？今回は野球の本場アメリカのメディアやファンの甲子園に対する反応をご紹介してきました。これまで海外であまり知られていなかった甲子園ですが、日本の野球アニメや大谷選手をはじめとした日本人メジャーリーガーたちの活躍をきっかけに、海外でも注目されつつあります。文化の違いこそあれ、球児たちが懸命にプレーする姿に胸を打たれるのは全世界共通のようですね。こうした日本の伝統や文化が海外の人々に認知され受け入れられるのは喜ばしいことです。今後も海外に広く甲子園の魅力が広まり、高校野球ファンが増えてくれると嬉しいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またたくさんのコメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。